どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おぬくんです。まあ、今回はね、いつもとはだいぶ違う動画にはなるんですけども、まあ、なんとね、コールオブデューティー MW2 にもうすぐ新シーズン3がやってくるんですよ。はい、4月12日なんで、もう1週間切ってるね。今もう撮ってる日付が4月の7日なんで、あと5日後にね、もうシーズン3がやってくるっていう感じ、なんですけれども、でまあそれに伴って、運営がね、まあ今回のシーズン3、こんな感じでアップデートしてきますよみたいな、画像をね発表してくれたんですよ。で僕いつもさ、こういう動画出さないじゃん別に。なんか、ね、まあそういうのはまあリーク情報系のね、実況者、まあ実況者じゃないけど、そんなやつね、リーク情報系の人たちがやってくれでしょみたいなね、感じで流すんだけど、もう俺ですらね、なんかこれやばくないみたいななったのよ。普通にワンチャンシーズン3からの MW2 とかね、ウォーゾーン含めて、これガチで神ゲーになるんじゃね、流行るんじゃねみたいな、いや今回はね、信じてほしい。もうそれぐらい、おおってなるような感じの内容だったから、どうしてもこれ、共有したくて、みんなに。それで動画を撮っています。はい。で、ただね、先に言っておくんですけど、なんかガンマニアみたいな感じの、なんか、今回追加される新武器の元銃は、これかな、みたいな、そういうね、なんか、銃知識豊富なね、方たちは、この動画見ても多分、何のね、新しい情報ね、手に入ってこないと思うんで、あくまで今回は、僕の視聴者的にね、多分、その MW2 もともとやってたけど、もうやめちゃったみたいな人だったりとか、もちろん今でもね MW2 やってくれてる人もいると思うけど、まあ、そういうね、カジュアル層じゃないけれども、シーズン3からはコールオブデューティー MW2 戻ってきてもいいんじゃないみたいな感じの、そういう動画なんで、はい、あんまコメント欄で怒んないでください。お前全然解説してねえじゃねえか、殺すぞみたいなね。はい、それはちょっとバーミューさんのコメント欄で受け付けております。ということで、今回、ね、シーズン3のアップデート内容を発表されました画像がこちらです。ドン。はい、結構割と豊富だよね。割とね、まあ、新シーズンだから当たり前なんだけど、結構量が多くて、でまあ左から見ていきましょうか。ウォーゾーン 2.0、まあ、僕全然ウォーゾーン2ねやってないんだけど、それでもこれちょっとやりたいなって思っちゃうのが、これランクあるんですよ。すごくね、もうついにね、ウォーゾン2、もうウォーゾンにね、ランクが初めてやってきたっていうことで、これはかなり流行る可能性があるね。日本人ランク好きじゃんね。エイペックスとかでもさね、ランクもあってさ、みんな必死こいてやってんじゃんね。もうだからウォーゾン2でもうランクがもう実装されたってことは、もうそういうことですよね。もうみんなもうやりもく目当てでね、ウォーゾン2来ますわこれ。もうランクってやりもくのためにこれ実装されてるやつなんで、上のランクに行けば行くほどオフパコできる率が高くなるっていうので、まあそれでみんな必死こいてやるんですけど、まあなんで僕もちょっとオフパコするために、まあ必死こいて、まあウォーゾン2のランクねやってみようかななんていう風にまあ思いますけれども、まあね、ウォーゾン2無料じゃんね。でしかもまあ今流行りのね、まあバトロワでもあるっていうので、これ結構可能性として流行る可能性はあるんじゃないのかなっていう風に思います。なんでまあ僕もね、シーズン3が来たらウォーゾン2のランクマ配信だったりとか、まあ動画でもね、まあちょこちょこちょっとやっていこうかなっていう風に思うんで、これはかなり交互期待ですね。正直マルチより期待してる。ランクだよ、みんなやるでしょ正直。それはもちろんね、 MW2 マルチのさ、ランクとかもさね、なんかいいんだ、そんな誰がいいんだよみたいなさ言われんじゃん。その通りなんだよ。で1万円払わないとね、ランクできませんとかさね、入るわけないじゃん。ただウォーゾン2だったら無料だから、今回結構流行る説があるんじゃないかなっていう風に結構期待してるし、まあ海外とかでもめちゃくちゃね期待されてます。日本でもまあ結構期待してる人多いんじゃないですか。はい。でまあ DMZ とかもいろいろまあ追加されてますよと、新しいミッションだったりとか、これ草生えるのが、これウォーゾン2、DMZ、モダンオフェア2みたいな感じの3つの区切りでアップデートされるんだったら、なんかわかるけど、ウォーゾン2の中の一部として DMZ がなんかこうちょろっとなんかね、アップデートされてるくらいなんで、それが結構なんかじわるんですけど、であとはちょろっとまあウォーゾン2のバトラーの仕様がまあ若干変わってますよみたいなね、とこがあって、でまあメインコンテンツですよ、僕たちにとってのね、 MW2 マルチの新武器、そしてまあオペレーターだったりとか新マップ追加されてるんで、これもちょっと見ていきましょうか。はい。でまあブラックセル、まあこれ新しいバトルパスが来ますよっていう、はい、当たり前ですね。でまあタスクフォースがあって、でニューウェポンズ3つ追加されてます今回。
はい。で、そのうちの、2つがね、まあ、バトルパスで、まあ、手に入るっていうので、で、しかもね、もう1個はね、もう、インシーズンって書いてるんで、まあ、中間、まあ、ディローテッドだか、ね、後期だか分かんないけどね、そこら辺で追加されるっていうので、シーズン3が来たタイミングでは、この2つの武器が追加されるっていう感じですね。で、そのうちの1個がね、もうこれ激アツですよ。これ、インタベ。ね、QMW2 にあった、インタベが復活しますよって、これスナイパーなんですけど、はい、まあ、復活しますよってやつですね。これはまあ確かに、まあちょっと、まあ、FPS 老害というか、COD 老害しかあんま喜ばないんですけど、はい、まあこれスナイパーが追加されますと。で、もう一個は、これ、多分アサルトライフルも、追加されます。で、これ、優しいなと思ったのが、これミッションとかじゃないんだよね。うん、これバトルパスで、手に入るから、金に物言わせれば、普通に、一緒にして手に入るんで、そこは結構優しいなっていう風に思いましたね。うん、大体ね、新シーズン来たと同時に、こう、ミッションとかで解放されるから、ね、必死こいてね、なんかもうマルチで何時間もこもってとか、やるんだけど、今回はその必要がないっていうことで、それね、マジでね、ありがたい。で、これ武器に限らず、キャラクターとかも、これバトルパスで買えるのが結構多くて、多分いつもより、多いと思う。うん。まあ、これ書いてあるんだけど、ニューオペレーターズ。これ、アレハンドロと、バレリアかな。いつもだったらね、なんかバンドルでね、なんかね、2000円ぐらい払えみたいな言われるのに、これ優しいなっていう感じはしますけど。で、ニューバンドルズ、4つ追加されます。まあ、このうちの1個がちょっと気になるのが、完全にこれ QMW2 のフォントで、追加されてるこれ、ゴーストかな。うん。がこれ、ね、あるんで、まあ、多分、まあ、QMW2 とかの、そのゴーストのあれが手に入るっていう、そういうことなんですかね。はい。これでも、マジで、これさ、もう COD ローガしか喜ばないからさ、まあこれはね、まあちょっと、まあ、まあ置いときますか。で、まあ新しいイベントとかも、まあ追加されて、ここがね、ちょっとね、残念なんだけど、これ新マップ。何これ？これね、5つ追加されてるんだけれども、これがね、微妙なんだよな。うん。これ見てもらえばわかるんだけど、これ多分、なんか雨降ってんだよね。まあ、もう明らかに暗いじゃん。うん。暗めのマップ6体で追加されていて、で、その下、これ、なんかツイッターとかではこれワンチャンなんか夜間戦夜戦モードが追加されるんじゃないかみたいな、ね、なんか噂されてますけど、なんかすっげえ暗いんだよね。なんか暗いマップって基本的に、まあ、クソマップになりがちなんで、まあ、そこが結構ちょっと怖いなっていう、もう怖いなっていうかもうね、もうクソマップ予備軍じゃん、これ。そこが怖いですよね。で、その下にある2つのマップが、これ、ウォーゾーンをこれ、リメイクしたマップっていう風に言われてますけど、まあ、多分、これあれかな？グランドウォーとか、に追加されるんじゃない？このマップは。はい。で、最後にあるマップが、これ、インシーズンなんで、ディローテッドとかでおそらく追加されますよっていう。うん。で、右、これ、ガンファイト。うん。これ追加してよ。マルチに。これ、めちゃくちゃ明るい。もうすっげえ面白そうじゃん。ね。しかも、シップメントこれ、昼間になってんのよ。夜じゃなくて。最高かよ。これ、もうマルチでいいじゃんっていうね。とこはあるんだけど、はい。まあまあまあ、いいでしょう。ね。ガンファイトやらないんで、まあ、あれですけど。で、まあ、クランクドとか、まあ、新モードも入ってきますよ。っていうところで、はい、まあ、シーズン3アップデート内容こんな感じとなっております。まあね、まあ、新マップはちょっと、まあ、まあ微妙なとこあるけど、新武器も新キャラもね、もう全部バトルパスで手に入るんで、ミッション解除とかでもないんで、まあ、結構うん、まあ面白いというか、ね、戻ってくる価値はあるんじゃないかなっていう風に思います。まあ新マップとかもね、まあボロカス言ったけど、まあ言うとやってみないとまあわからないんで、うん、追加してくれるだけありがたいんで、はい、なんでまあこれも、まあ、やってみる価値があると。で、ウォーゾーン2にランクマが来るんで、ワンチャンこれが爆発的に流行る可能性は全然ありますよっていう、はい、そういうお話でした。うん、まあ、シーズン2よりかは結構期待できる項目がわりかし多いので、まあね、もう今 MW2、ね、やらずに APEX 行っちゃったみたいな人も、まあこれを機にもう一回ね戻ってきてくれると非常に嬉しいなっていう風に思いました。はい、まあ、結構もう本当にインタビュー追加されたりとか本当にね期待できるから、うん、なんでまあそんな感じで、まあ、MW2 復帰してみてもまあいいんじゃないでしょうかっていう、そういうお話でした。まあちょっと今回の動画はね、いつもと全然違うんで、あれこいつ大丈夫か、なんか影武者に動画撮らせてんのかみたいな、でも思ってると思うんで、まあ今日の夜か、まあ明日には MW2 のいつも通りの動画も上げていくので、皆さんぜひともそれも見てくれると嬉しいなというふうに思います。ちょっとこのシーズンもね、微妙な感じだったら結構やばいんで、はい、本当に頼むぞ、運営っていう感じで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。